よく眠れたかい？あの子あんたを気に入ったみたいだよ。あんたを家族にしたいんだってさ。ああ、嬉しくてたまらないだろ。でも喜ぶのはまだ早いよ。家族の一員になるには私たちと同じものを食べなくちゃね。美味しそうな匂いだろ。どうだい？うん？残さず食べきったら私らの家族だ。そしたら解放して自由にしてあげる。全部食べればね。うわあ、これはすごくうまそうだよ。なんていうか、そのうまそう。そりゃよかった。後で見に来るからしっかり食べな。待て、他に何もないのか？食べ物ならそこにあるじゃないか。いいからとっととそれを食べな。なんとかしないと。今のは何の音？抜け出したのがバレちまう。騒ぎだってんだい。美味しそうな匂いがするだろ。あんたのために作った料理だよ。ん？誰かここにいた？はあ、何かがおかしいね。きっと私の気のせいだね。まだ食べてないみたいだから別のものを持ってきてあげた。
この家族は何なんだよ。こんなもん料理じゃねえ。やばい、もうおかしくなっちまいそうだ。戻らないと。どうも何かがおかしいね。まあ別に変なところはないか。どうして言うことが聞けないんだい。食べないならその喉に押し込んでやるよ。
こにいるんだい？掃除機の部屋にいるの？やめろ！この野郎！からな！